はい、こんにちは、レトスの小野です。今回なんですけども、建築基準法の中の敷地面積の最低限度について解説いたします。まず敷地面積の最低限度の敷地っていう言葉ですね、これまず頭に入れていただきたいんですね。敷地っていうのは建物を建てることができる土地のことを言います。まあ言い換えると、建物が建っている下の土地ですね、これが敷地です。で、例えばもうこれ具体例出した方が分かりやすいので、例えば敷地面積の最低限度が100平米と定められていたとします。敷地面積の最低限度が100平米と定められていた場合、100平米より小さな土地については、これ建物を建てることができないんですね。80平米とか90平米の土地については建物を建てることができません。一方で120平米であれば、これは建物を建てることができるっていう話なんですね。つまりこの100平米っていうのは建物を建てることができる土地の最低の面積なんだということなんですよね。で、これは都市計画で、まあ、用途地域内でこう定めてくるんですけれども、なんでこのようなものを定めるのかというと、その目的があって、これは良好な住環境の確保、これが目的なんですね。これ80平米っていうと比較的ちっちゃな土地なんですよ。で、こういったところで建物を建てることができますよって言った場合、広い土地を買い取った業者は細かく分割をしてたくさんの人に売ろうとするんですよね。で、そうすると一個一個の建物がすごくちっちゃくなって狭い建物になっちゃうんですよ。で、そうするとあまり住環境って良くないですよね。だからそういったものを避けるために、まあ、一定の敷地面積っていうものは確保してくださいねっていうふうにしてるんですね。まあ、敷地の細分化を防止する、まあ、敷地をちっちゃくするってことを防止するために、敷地面積の最低限度っていうものを決めることができるんですね。で、これについてはルールがあって、これは用途地域内で必要に応じて定めるんですよ。だから必ずしも定められているわけじゃないんですね。必要に応じて定めるのであって、必ずしも定めなければいけないわけではありません。で、もう一つポイントがあって、これ定める場合は200平米以下で定めてくださいねということなんですね。つまり300平米で定めるっていうのはこれダメですよ、まあ、100平米だったらこれ OK ですよってことですね。で、この敷地面積の最低限度っていうのは、まあ、用途地域内で必要に応じて定めるって話なんですけれども、これ定めたとしても適用されない場合があるんですね。それはどういった場合かっていうと、建蔽率が10分の8かつ防火地域内で耐火建築物等を建築する場合は、この敷地面積の最低限度は適用されないんですね。まあ、つまり、まあ、ちっちゃな土地であったとしても建物を建てることができますよっていうことです。まあ、建蔽率10分の8でいうと、例えば商業地域ですね。商業地域はもう建築基準法で建蔽率10分の8ってなってますので、まあ、商業地域でそこが防火地域に設定されていて、で、耐火建築物等を建築するというのであれば、この敷地面積の最低限度は関係ありませんよ。ちっちゃな土地でも建物を建てていいですよっていう話です。で、これも比較的試験に出やすい部分なんで、しっかり頭に入れておきましょう。で、今回ですね、こうちょっと理解できていない方が意外と多いんですね。勉強しても理解できていない方意外と多い部分です。なので個別指導については、この点についてもうちょっと詳しく解説させていただきます。きちんと理解しながら学習して、勉強したら勉強した分だけ実力を上げていきたい、そういった方はぜひ個別指導をご検討ください。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認いただければと思います。あなたの受講をお待ちしております。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。